ノーマさんのことそれ入ってるもん俺それ入ってるもんシェルター僕読めた映ってるよなハウスの中はこれやっぱすげえかなと思って電流しちゃってるよこれにレッグに貼れば最高でああ20年30年、うん、まあ最低10年レッグリーン川越くんがしてるやつでしょそうそうあ500万かかってる。フィルムだけがよ。いや貼るだけが。いやあのいろいろやらイベント。うん。この面積で。だってあと一生そのままでいいんだもん。うん、地元の業者さんはかまぼこに貼れないって言ってたんですよ。でもメーカーは貼れるって言ってたんですよ。でかまぼこ貼れるわけね。次元も後継者がおらんかいダメじゃん。のにまだ10年15年やれるでしょう。やらない。今のハウスで十分。年々良くなっちゃうじゃないですか、柴田さん。まあ一回止め、あ、止めずらしたかな、今年は。あ、一回止めました、孫ですか。あ、孫と、はい。いつ止めた。いつかな、11月の14、15日ぐらいになったかな。年々良くなっちゃうじゃないですか。キュウリ栽培が。いいですかね。いいわ。なんで週が止まるよ。死んとまるな、温度上げれば飛ぶかいよそれはもう小麦さんの用事にあげれば飲むわ意外と上がらんてんやつや、温度が日中の温度が、うん、それが本当の理由よねだからハウスの小麦さんみたいに天井が低いと湿度もあるから伸びやすいしこもるかいこもってでこう吐ききれんけどね、うん、でこのハウスになるとやっぱ天井が高い分だけうんで夏はいいわねそんだけ涼しいっていう、うん、これですこれやるかいいわいいわこれでありますわワンタッチャあれ高いかいこれにしたいやこれでいいわ、うん、とあの流れればいいってか、うん、水がよ、うん、水が流れればいいってか、うん、本当はここで倒れ防止が2であるって言うんだよね、うん、倒れ防止ギリギリだからつぶさに急がないで倒れ防止を生かしていくかもちろん収穫物が死ぬだけで死ぬれるんだけど収穫物ですよね柴田さん、植えたのいつでしたっけ3日です3日この品種はもともと葉っぱが黒いからですようんこれでなんとかいくのかな脇芽が動くってことは全然負荷がかかってないんだよね。あこれも止めて芯芽花外せば出ちゃうけどね。うんうん、去年よりかいいじゃないですか。ちょっとまあすごく、はい。この宮崎の天気にしては上出来じゃないと思うんですけど、うんうん、いいですただこの信号
取るか取らない、見ようとすか落とさないかっていう判断ぐらいですか、一時的にその。んいや、だからこのまま我慢して収穫位置が上がってくるのを、うん、まあ時間かけながら待つか、うん、思い切って止めるかっていうところですね、うんうん。うん、石灰が淡々と飲んでるから問題ないですもんね、うん。まあ、正月も頑張って吊る下げするかどうかだけです。水は？水は一日置きぐらいに。一日置き。はい。ちょっといいかなと思って、中2日に今1週間ぐらいです。多くはないと思うけど。そうなんですか。うん、そこはですね、入り口はすごいですよね。向かってんの？向かってます、入り口は。奥の方も？いや、奥は向かってないです。でも、木見ると決して、ねえ、多くはない。多くはないと思うけど。あ、多い量が多いと思う。だから、例えば暖房機の 11.5 で、水の多かったらもうちょっとこう、葉っぱが波打つとか、葉脈が縮れるとか、葉っぱが凹凸になるとかってなると思うんだけど、そこまでないもんね。寒ければこの葉先もベロマイちゃんに巻くから。20はいつもこの状態？はい。20はいつもこの状態？はい。開けた方がいいんですか？やっぱ。開けた方がいい。開けた方がいい。これね、なんか。遮光式のほうは。もう両サイドはもう上がらんごっしょですね。これ手動で止めちゃったしたら。はい、あ。手動で止めてます。これあんたけも中はね、自動や。中に自由はやった。うん、いいねにゃんにゃんにゃん。いいね。楽やわだって。あちっと谷を止めてやらんと隙間だらけよ。ですがね。いっちゃう。循環線にダクトつけてもらってるから、どうかなと思いながら。うちもスプリンクラーがあればつけれんよなって横につけるしかない。ずらせばいいんだよね、うん、ちょっと。ああ、うん、それしかないなって、うん。循環線をずらすか、スプリンクラーをずらすか。あ、スプリンクラーをずらすわけですか。いや、ダクトをずらせばいい。うん、まあ循環線ちょっとずらしてもいいんだけど、うん、
地獄がよ、うん、これを植えんとしよう。おうおうおう、当たり前。いや、別に悪くはない、悪くはない。ただ、うん、あれ、抜け方よ。まあ、ほら、エベさんはやったことこれ一緒するな。コダクトのあれを、はい、行きましょう。真下に、うん、ここの時はこれの真下